種目目のバーベルクワールはですね、1年を通してはやらないですね。ダンベルにしたり、ダンベルのシーテッドのカールとスタンディングのバーベルカールを、まあ、交互に、腰の様子を見ながらやるようにしてます。コツは、とにかくチーティングをできるだけ使って重量を求めて、で、ネガティブは意識は多少ゆっくりめに下ろすようにしています。まあ、ボディービルダーになろうと思ってトレーニングをね始めたわけではなく、中学生ぐらいからやっぱトレーニングをやってましたんで、家で腕立てしたり公園に行って懸垂したり、で初めてジム行ったのが16歳かな。そっからただただトレーニングにはまって今まで来ちゃったって感じかな。そんな感じですよね。だから今でもボディービルをやってるっていうよりも好きなトレーニングをやってるっていう意識の方が強い。それが正直なところで、だからコンテストに向けてのトレーニング変えたりとかそういうこともできないし、あるコンテストに向けて仕上げるとかっていう意識もやっぱり他の選手の方と違って薄いのかもしれないですね。2種目目のプリーチャーカールはプリーチャー台を使うんですけど、反対側を使って垂直になるようにしてます。まあ、これは可動域を大きく取るっていうことと、肘が伸びた状態から肩を前に出した状態でスタートするので、まあ、重量も上がるしチーティングを使いやすいってことですね。まあ、これも1種目目と一緒で、できるだけチーティングを使って重量を求めるようにして、まあ、これは補助を入れて最後3から4レップぐらいポストレップをやるようにしてます。どの種目にしてもどのセットにしてもアップ以外はもう精神の限界まで追い込むっていうのがもう自分の中ではもう絶対的なルールになってますんで、それで自分が苦しい時もあるし、まあそれのおかげで筋肉が大きくなるっていうメリットもあるし、怪我するっていうデメリットもあるんですけどね。ただやっぱり追い込むっていうことに関して妥協しないっていうのは自分の中の絶対的なルールにしてます。ストライブのカール、まあ、マシンカールはですね、僕非常に好きで、二頭筋一番意識しやすいのはやっぱりマシンですね。バーベルとかダンベルよりもマシンですね。特にストライブのカールはグリップ幅とか位置がすごい合うので、非常にやりやすいです。ワイドグリップ
最後のケーブルカールはですね、まあ、変わった種目なんですけど、ケーブルでやることによって、まあ、ケーブルで上から引っ張ってくることによって、ピークの状態での負荷が抜けないということですよね。だから引けば引くほど重くなってくるという感じですね。でプリチャー台を使ってるのは肘をできるだけ高い位置に保ちたいということですね。で肘を固定してやると、高い位置に固定してやるとかなりピークも出て意識しやすいですね。で、まあ、重量がちょっと今日のも重いんで、自分の空いてる方の手で補助をしながらピークの位置で収縮させた状態で一回止めるイメージですね。でやると、まあ、他の種目とは違ったパンプもするし刺激もきます。エクステンションはですね、これはもう本当にレップも少なくて、とにかく重量ですね、3レップぐらいしかできないかな、ベンチに一回クッションさせて当ててるのは、あれをやるとですね、あの肘があまり痛めないということに気づいて、あの当てずに動作を繰り返すと曲がった位置で一番肘に負荷がかかって、その切り返しの時に結構肘痛めるんですよね。だから肘痛めてあんまりできない時とかに、まあ、やってみて気づいたんですけど、やりだしたから肘はもう全然痛めてないですね。あともアルバムを補助をつけてプラス3から4のホストレップをやるようにしています。まあ、同じくスミスマシーンで、そのまま続けて、重量は軽くするんですけど、今度はもっと顔の方に下ろしてくるというエクステンションに近い状態でやってます。これはイージーバーでもできるとは思うんですけど、まあ続けて2種目やると外側とさらに効いてきますので、そのままスミスマシンを使ってやるようにしています。まあ、僕のトレーニングの中ではできるとかなり動作も遅くて効かせてるっていうのが、そんなイメージでやってます。プレスダウンは、まあ、グリップがかなり変わったグリップを使って、まあ、やってますけど、まあ、ロープでやる時とかも、ロープでやる人とかは外旋させながら、ね、やるんですけど、最初からもうそのグリップにしてやるんで、あとはもう押し込むだけっていう感じです。まあ、とにかく収縮が強くできる、普通のグリップよりも収縮が強くできるというのが苦労してやります。